を照らすやからは私がいます。皆さんこんにちは。クリアトールです。よろしくお願いします。ゼロさん。はい。ゼロさんのせいで今ちょっと何を喋ろうとしたか全部忘れるくらいで打ち抜かれてしまいました。いやとんでもないですよ。いやー、久保さん今日はあれですか、クリスマスなんでその赤なんですか、もしかして。シャア専用です。そっちかい。ライバルじゃないですか。でも僕はあの連邦軍カラーで、ガンダム仕様ですね。ちょうどガンダム仕様ですね。あのさて、中山競馬場いかがですか。はい、いやー、あの東京競馬場にはもうだいぶ前ですけど一度行ったことがあるんですけど、中山競馬場初めて来たんですけど、やっぱこのスケールの大きさっていうのにまず圧倒されますね。いいですよね、またここから見る景色というのも、ね、はい、それにあのこの芝の美しさ、はい、綺麗ですよね、はい、あとさっきからちょっとあの控室の方でも、出走してる姿を見てたんですけど、はい、あの上の方から、いやーかっこいい、もうワクワクしますね、皆さん夢中になるのでよくわかります、本当に。そうですね、あのもはやですね、伝説となっている有馬記念優勝馬について、はい、これから生ナレーションをしていただくんですが、そうなんです、あの生ナレーションってそもそもされるんですか。あの屋内ではたまにそういうイベントあるんですよ、生ナレーション、でもこういう屋外で、しかも何万人というお客さんの前で生ナレーションやるっていうのはまず初めてですね。そっか、かなり珍しい。もう全然珍しいです。え、じゃあ皆さん楽しみですね。いや、もうドキドキしてますよ、正直言って、はい、もうあの本当にもう大御所中の大御所のプリアさんもね、いやいや、とんでもないですということなんですが、あのそもそもですね、今回朗読有馬記念というプロモーションにご参加いただいたんですけれども、はいはい、あのまず参加したその感想といいますか、いかがですか。いや、あのキタサンブラックという馬の名前はもちろん知ってたんですけど、はい、いや、そのこう、なんていうんですかね、デビューからの最後は有馬記念に優勝するまでの道のりっていうんですか、それ見てて感動しちゃいましたね。そうですか。いや、もう素晴らしい映像をスタッフさんが作ってくださって、まあ、僕があの喋る朗読に関してもとてもいいコメントで、本当に見ててちょっとうるっとなんか我ながらちょっと恥ずかしいですけど、読んでてうるっときちゃいましたね。キタサンブラックの現役時代を、ね、ご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ではこの感動を思い出しながら、はい、今日は生ナレーションをしていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。では準備ができたようですので、ではフリアさんよろしくお願いいたします。こちらお願いいたします。はい、ではお待たせいたしました、スタートです。有馬記念は一年を締めくくる祭りである。ファン投票により選ばれた強者たちが出揃う最高峰のグランプリレース、人々はその約2分半の出来事に夢を抱く。その夢に3度挑んだ馬がいる。みんなの愛はキタサンブラック。キタサンブラックはデビューから3連勝でクラシックに挑んだが、皐月賞、日本ダービーで結果を出すことができなかった。母父が名スプリンター桜爆心王という力、距離の壁もささやかれていた。ところが3歳秋になると、その懸念を打ち消すかのようにセントライト記念を快勝。菊花賞では中段でレースを進め、最後の直線で馬群をこじ開け、颯爽と抜け出し、ついに G1 タイトルをつかみ取ったのだ。そして有馬記念、キタサンブラックは4番人気コバとの初対決に挑んだ。ゲートが開くとひるまず先陣を切ったが、最後は力尽き3着と惜敗。しかしその堂々たる走りはこれからの飛躍を予感させるに十分であった。2016年、武豊を新たなパートナーに迎え挑んだ春の天皇賞、壮絶なデッドヒートを制して2つ目の G1 タイトルを手にする。こいつ強いぞ。
アキラジャパンカップ優勝とボードレースで結果を残す。有馬記念は2着とあと一歩で栄冠を逃したが、そのまっすぐな走りは人々の心を揺さぶり熱くした。北サンブラックは走った。いつも人々にその全力を見せてくれた。2017年新設 G1 の大阪杯を皮切りに、春の天皇賞、秋の天皇賞を圧倒的な勝負強さで制す。 G1 タイトルは6つとなり、その姿は王者の風格そのものになっていた。そして引退レースの舞台、3度目の有馬記念に挑むことになる。12月24日第62回有馬記念、北サンブラックは堂々の1番人気。人々はその勝利を願った。スタートから北サンブラックは悠然と先頭に躍り出た。3コーナーからややペースを上げ、並びかけてくることを許さず、4コーナー先頭のまま直線へ。武豊が追い出す。さあ現役最後のスパートだ。強い。迫る3頭を振り切り、悲願の勝利。3着2着と惜敗が続いた有馬記念制覇に、割れんばかりの拍手と歓声が送られた。レース後のセレモニーでは、多くの人々が別れを惜しみ、幾多の思いを語り合った。北サンブラック、ありがとう。ひたむきな走りがいつまでも心に残る。みんなの相場となった瞬間だった。さあ有馬記念がやってくる。今年はどんな祭りになるのだろう。 JRA 中山競馬場。素晴らしいですね、はい、まさにかっこいいヒーローだった北サンブラックなんですが、はい、実はですね、明日この中山競馬場でまた有馬記念が今年も行われるんですが、はい、その北サンブラックが今父親となってまして、はい、子供のイクイノックスという馬が出走するんですよ。イクイノックス、はい、もうじゃあそれ本命じゃないですか。本命で、ね、しいですか。いやいや、もうなんかね、つい応援したくなっちゃいますもんね。頑張ってほしいです。本当にそう、はい、でも私正直イクイノックスを見ながら古谷さんのこの朗読を思い出すんだろうなって。ああ、はいはいはい、はい、そうですね、父馬のことを思い出しちゃいそうですもんね。そうですね、はい、なんかその足跡をこう辿ってほしいですよね。本当にそうですね、はい、では古谷さん、はい、最後に一言お願いしたいんですが。なるほど、了解です、はい、この衣装ですよね。え、そうです。お願いします。ありません、行きます。